前回のあらすじ。第3回マスターデュエル MV 杯に参加した飼い主。プラネットシリーズと題した今大会で飼主担当。岩石族の強みを生かしてアダマシア×化石で快進撃を見せる飼い主。前回大会のラドリーの悲劇を克服したり、リトロに脳を破壊されたりしながら、1日目を4勝1敗で折り返す。果たして飼い主はこの大会の優勝を勝ち取ることができるのか。運命やいかに。次回マリー、プレミに散る。ジュエルスタンバイ。第6試合は先行で手札は自己気味。ここはシェルナ糸くんを出してターンエンド。ここからお相手の展開。見事な展開から切り札登場。これでこちらの攻撃力はゼロになる厳しい展開。何か対応策を導き出さないと。私の中の悪魔が囁きかける。ニトロがあるじゃないかと。前回動画でニトロは良くないと言った気がするけど今は忘れましょう。時折プレミしつつも送りつけるのはガイアブレードにしましょう。何かの影響で生き残っても効果で墓地に行きますからね。今週のドッキリ岩石発信。今こそ岩石族最強リンクモンスターのトレコーさん。キュアリー速攻魔法の効果で戦闘破壊ができませんでしたが想定の範囲内。みんなで畳み込め、対戦ありがとうございました。2戦目は桜坂さん。気候艇を絡めてフィールドをコントロールしようとしている模様。少しカット。また悪魔の声が聞こえる。でもこれはニトロじゃなくて交換。きっと何の問題もないはず。アダマシアから展開を継続。デッキまくりも成功してこれで十分。さあこれでシンクロ召喚も問題なくなりました。まさか気候艇しか殴れないなんて知らない。せっかくスカルキング君出しますが攻撃できません。畜生。さあシェルナイトからウラヌス君も飛び出して準備万端。カット。ダブルウラヌスシステム始動。攻撃してとどめ。対戦ありがとうございました。さあ8戦目はソロトさん。アダマシアギャンブルは好調。今回も勝利をいただいちゃいましょう。戦闘破壊耐性 P3 はも出て、これはもらった。どうしてこうなるの。もうやめてよ。マリーの精神はボドボドよ。さらに手札抹殺で手札交換。こちらも手札入れ替えができていい感じですが、展開されると怖いところ。ギルス君に迷い、風でどうやら止まった様子。ここからは100岩ヤギを。大型モンスターで連続攻撃。ウラヌス君の4線攻撃。対戦ありがとうございました。緊急速報です。グリムロ氏が1敗しマリーに優勝の可能性が出ました。以上。なんとここで勝てば優勝の可能性が。しかして札は自己気味。お相手はライトロードの展開が決まるが、こちらにできるのはセットエンドのみ。何かまくるための動きを乱さないと。このままではライフを削られて終わってしまう。フォッシルフュージョン。墓地にゼノギタム。手札にアダマシア。まだ何かあるはず。考えろ。フォッシルフュージョンしてゼノギタムを除外。ゼノギタム効果でシェルナイトを持ち送り。さらに効果でウラヌス降臨。これが勝利への筋道。この勝負もらった。まずは化石融合。そこから流れるようにゼノギタム。そして、あっ。あばばばばばば、あばば。勝てたはずの試合だったのに、これじゃあ台無しだ。もうこうなったら、返しのドローにかけるしかない。それでは皆さんご一緒に。対戦ありがとうございました。というわけで結果発表。1位グリムロさん。2位私。3位モリンフェンさんにソロトさん。ということで、最後にプレイをやらかしましたが2日間楽しかったです。みんなもフォッシルフュージョンを使おう。
それではご視聴ありがとうございました。本チャンネルはメンバーシップを公開しています。動画が面白かった人は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではバイバイ。